そうですなので大学生と高校生は青い理由に決まってたからそれを持ってもらうんです。ちょっとこれ足元弱いので気をつけていただいて。時になりませぬ荒江戸の神たち足込みへし込みも申す。まず先頭は伊藤の獅子でございます。疫病退散のご利益がある縁起物としてご祭神渡御にあたり一々の邪気を払い清めるために行列の先陣を切って進みます。次に渡御をお知らせいたします。グレ太鼓です。太鼓の音により血を固め邪気を打ち払います。次に鉄杖です。鉄の杖を地面にすらせその音によって巡航路をお清めをいたします。次に神職が火場にて巡航を先導をいたします。祭神の御霊が宿り神の拠り所となる神聖なる行列の行く道をお祓い清めをいたします。次に導き山道案内の神様として猿田飛行神の御逸になぞらえた天狗を乗せた山です。渡御列を安全無事にお旅所までお導きいたします。富士湖校舎朱雀学理事そして洛陽総合高等学校の皆様がグブをいたします。宇治湖校舎社旗北野天満宮宇治湖地域の皆様で組織する宇治湖校舎の見知りしの旗がいます。次に松ぼこ御祭神の御神縁深い埋めるようなく愛された花でありお御霊をお沈めする神社である。厄除けと邪気を払う縁起物であります。梅ぼこにグブするのは西の京宇治湖地域である朱雀学区で結成されている24日校梅ぼこ保存会の皆様でございます。次
に松ぼこ、東宮では古くより松に観光の御神霊が宿るとされ、雪の日に御神霊が降臨する伝説の松として信仰されています。また東宮御創建にご神託により、一夜にして千本の松が生まれた伝説により、この地は北野の松原と称されています。古より北極星瞬く北野の地は、松原の松葉一本一本を星の輝きに見立て、満天の星が輝く天文の聖地として、星の信仰厚い場所でございます。松ぼこに愚部しますのは、北野神輿会、北野祭保存会、北野天満宮神若会の皆様です。東宮に伝わる伝統芸能八乙女舞は、東宮の祭礼の歴史を語る上で大変重要な芸能儀式です。古くより観光の御神霊を慰めし、御心を鎮める儀式として、舞楽や神楽が盛んに執り行われ、御祭神の慰霊と鎮魂の意味を持ち合わせていました。こうした北野の歴史、信仰、伝統を重んじつつ、宮廷祭祀の面影を今に残す伝統芸能が東宮に伝わる唯一無二の八乙女です。またかつて直祭、すなわち朝廷の祭礼として行われてきた開催北野祭では、その中心である神輿にも八乙女が四隅の綱を取って舞舞したとも伝わります。現在はその前身である東明皇の時代から、長く天満宮のさまざまな神事に携わり、ご奉仕されてきた東宮一の崇芸団体である梅風公社のご奉仕を受け、富士湖地域の中から選ばれたおすべらかしにお化粧をした可愛らしい八乙女や稚児の皆さんが途行列に舞舞をいたします。1日の夕刻には西東京の旅所にて八乙女舞を奉納いたします。また10月5日のご縁祭においては、ご本殿にて八乙女舞を奉納いたします。本日の信仰祭に舞舞途行列には舞舞いたしませんが、4日の観光祭途行列はお歯車が舞舞いたします。全長 7.2 メートル、高さ 3.2 メートル、大輪直径2メートル、祭礼に用いられる牛舎としては最大級の大きさです。毎年10月4日北野祭観光祭途行列にて、2人の同志が綱を持ち、牛2頭にて交代で引かれ、ご法連とともに宇治湖地域を巡行いたします。ちょっと待ってね、村上天皇よりご寄進の第一法連です。御祭神菅原道真公のご神霊を交代いたします。かつて直祭であった北野祭を今に伝える北野祭礼杖巻には、息の神輿を中心にした華麗な途行列と、行列に舞舞する八乙女稚児や諸芸能民、祭礼行列に感嘆する民衆が描かれ、北野祭の盛大さを伝えています。北野の神輿は黄金と呼ばれる他に類を見ない高価な織物による装飾品で覆われ、神輿を打つのは宮中の担ぎ手だけに許される特権であったとも言われております。まさに北野祭の格式高さと権威を表していると言われます。京都における織物業の発展や技術の向上にも大きく寄与した北野の神輿は、現在に続く西陣織の基礎の形を作ったとも言えております。第一法連には湘南北野天満宮宇治湖校舎、湘南学区、仁和学区の理事が舞舞をいたします。次に総花連、平安時代一条天皇様ご寄進と伝わる総花連です。観光のお子様、中女殿を交代いたします。第一法連と同じく、かつての北野祭、途行列より伝わる北野の神輿です。北野天満宮、宇治湖校舎、湘南学区、仁和学区の理事が舞舞をいたします。
に復興いたしました第三光殿三光のご霊室であられる吉祥目様を交代いたします。東宮推定団体である売空公社の深い志と尽力により復興したご法蓮です。第三法蓮には朱雀学区の皆様が呼ぶをいたします。法蓮創価蓮の後方から宮司神職がお供いたします。天満宮奉社旗奉社長及び総代上下の宮司でございます。すみに以上で北の際追記みこしと行列はすべて出発をいたしました。現在東宮では取り組んでいます。その中心となるのがかつての祝祭北の祭に祭礼を祝祭の祝祭です。現在北の神輿を復興するため準備を進めております。来る令和9年には北の祭の歴史と伝統にのっとった王子の姿を蘇らせつつ現代の要素も取り入れた令和の北の祭として華やかに復興させたいと考えておりますので宇治湖地域の皆様のご理解と温かいご協力、ご支援を引き続き何卒よろしくお願いをいたします。本日はようこそご参拝くださいました。